アウトロー外れます。さあ勝負してくるのか。打った。この当たりはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。森下、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー二塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。まあ素晴らしいバットコントロールですね。さあそして打席には佐藤入っています。さあ同点のチャンスです。まあここでちゃんと同点にしておきたいですね。なるほど、そうですね。ファウルです。うちのボール打っていった。ファウルボールです。改めてお聞きします。バッターの佐藤ライトへ、大きいぞ。セカンドランナータッチアップ。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには大山が入ります。いいところで彼に回しましたね。さあワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。ここでしっかりと追いついておきたいですね。なるほど、そうですよね。打ちに持ってきました。2アウト。2アウトランナー2塁となりました。さあそして打席には前川入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。ここはしっかり得点して同点にしておきたいですね。なるほど、そうですね。改めてお聞きしますがバッターの前川どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況によって変わりますがもともとはフルスイングが身上の強打のバッターですね。そうですか。外へ持っていきましたが入りません。このフライはどうだ。落ちるか。よく追いついた。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。掴んで3アウト。同点は許しませんでした。同点のチャンスがあったタイガースですがそのチャンスを生かせませんでした。6回終了1対0。1点リードはカープです。ゲームは7回の表です。カープの攻撃、バッターボックスは9番相澤。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。タイガース1点ビハインドで迎える7回です。低めはこれは入っていました。3球目は何で来るか。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター秋山、今日は盗塁を1つ成功させています。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。ストライクです。これが2球目。打ちました。ファウルになります。アウトコースは外れます。これが4球目。ボールになります。
これはバット出ず三振です。バッターボックスには2番矢野、今日はまだ当たりがありません。2アウトランナーありません。初球ボール、さてこの矢野どういったタイプのバッターでしょうか。ランナーになると非常に厄介ですから、とにかく出塁させたくないバッターですね。なるほど、そうですか。外に決まりました。内へ低めの変化球、2ストライク2ボールと追い込んでいます。ボールになります。3ボール2ストライクです。ファウルになります。3ボール2ストライク、フルカウントです。フォアボールのランナーを出しました。2アウトからランナーを出してしまいました。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。はい。走ってきませんね。さあ2球目は何か。アウトコース外れます。これが3球目。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。外のボール球打っていった、これは上がりすぎ、掴んで3アウト。追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。1対0カープが1点をリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。インサイド変化球決まっています。次が2球目。インコース変化球決まりません。さあ3球目は何か。今のはバッターよく見ましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。変化球が決まりました。2ボール2ストライクです。打ちました。これはどうだ、センターへ抜ける、梅野今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返していきました。さあここでタイガースダイソーを送ります。ファーストランナーは上田、長打でランナーが帰れば同点です。さあこの終盤で同点のランナーを置いています。しかもノーアウトです。
バッターボックスには木浪。まあ1点が欲しい場面なんで送らせた方がいいでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。ここはバン走ってきた。キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これでアウト増やさずに一打同点のチャンスになる。送りバントだ。左方向へ転がした。ピッチャーが抑えた。一塁アウト。きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁です。西さん、ここはスクイズはありますか？そうですね、まあどちらかというと犠牲フライでしょうけど、奇襲としては面白いかもしれませんね。なるほど。さあどう来るか。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点を許さないつもりですね。そのようです。変化球打った。センター前へ抜けていく。サードランナーがホームに帰っていきました。タイガース同点。1対1、試合を振り出しに戻しました。ご覧いただきましょう。この大事な場面で貴重な同点打を放ちました。いい流れがね、そろそろ来てると思いますよ。これで両チームの得点が同じとなりました。さあここでタイガース代走を送ります。ファーストランナーは島田。長打でランナーが帰れば勝ち越しです。打順はトップに帰って近本。センター、タイガースこの回同点に成功。攻撃は続いています。西さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。そうですね、うまいことつなげましたからね。ここは何としても点を取りたいですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。まあ向こうは併殺を狙ってると思う。ライトに持っていった。大きな打球だ。入った。ホームラン。近本勝ち越しツーランホームラン。この終盤相手を突き放す一発となりました。低めのボール、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。タイガース勝ち越し3対1。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか？まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね、ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。バッターボックスには代打の糸原。タイガースホームランで勝ち越しています。さあ初球は何か。初球ボール。2球目は何で来るか。インコースを落としました。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。少し変化しました。ストライクです。フルカウントになっています。次が6球目。
空振り三振、ツーアウトになっています。バッターボックス森下、まあ、ここはさっき打たれたスプリットの使い方には注意したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。これが2球目。ここは落としてきました。